今日はコストコの寿司で一人孤独のグルメです。見栄を張って買いすぎてしまったので、とりあえず小皿に分けます。なんか美味しそうな日本酒も買ってきました。絶対寿司に合うはずだ。ワクワクが止まらない。さあ28歳、独身彼女なしの寂しい男の孤独のグルメの始まりだ。